こんにちは、激花のフリアです。今日はですね、ベトナムに来ております。ベトナムのダナンという場所に来ております。実はですね、ここに到着して、髪の毛を切ってもらったんですけども、ヒゲまで剃られまして、ちょっと現地の子っぽい感じになっちゃいました。ベトナムのダナンというのは海沿いの町で、ちょっと向こうをカメラさん映してみてください。海がね、ちょっと見えるんですけど、こんなビーチリゾートなんですが、お花の視察で来ております。で、今日何のお話をするかというと、ハイビスカスの夏越し、いや違います、ベトナムは夏かもしれませんが、日本は冬なので冬越し、これをやっていきたいと思います。じゃあちょっとカメラさん近づいててください。大輪のハイビスカスがホテルでも咲いているんですけども、このハイビスカス、もともとはそういう東南アジアであったりとか、ハワイとか、あったかいところの気候で咲いてくれる植物なんですね。で、日本の本州だとやっぱり冬場寒いじゃないですか。で、寒い時にどうするかというと、このハイビスカスが死なない程度の温度にしてあげることっていうのがどうしても重要になってきてしまいます。なので、通常冬を越す場合には休眠する、させるんですね。休眠をさせて、冬越しするっていう感じです。で、例えば東京の品川とか大田区とか海の近く、それから湘南であれば、地上で、霜が降りない場所であれば、気温が2度ぐらいまでだったら根っこが生きててくれるので、葉っぱが落ちますけども、そのまま越冬することが可能です。では、北海道だったり新潟だったり青森だったり仙台だったり、寒い地域、それから僕が住んでいる昭島、ここもマイナス5度ぐらいになるんですね。それから八王子とか、そのあたり東京でも寒い地域に関して言うと、やっぱり、室内に入れるという方法をとっていきます。で、どんな風にやっていくかと言いますと、まず室内に入れていただいて、そのまま窓際に置いていただきます。で、ここからが肝心なんですけども、室温は極力上げていってください。なるべく寒くしないようにしてあげてください。で、みんなが、普段いるようなリビングとか、そういったところに置いてあげるといいです。で、室温というのがですね、下の方に行くと寒くなって、上の方に行くと暖かくなるという性質があるんですね。どうしてもだから、立ってる時の温度と寝転んだ時の温度が違うじゃないですか。それと同じで、ハイビスカスを床にそのまま置いちゃったりとかすると、やっぱり冷えちゃうんですね。冷えちゃう。で、どうしたらいいかというと、一段高いところに置いてあげる。ここ一つポイントです。一段高いところに置いてあげる。で、さらに言うと、水やり、ここがポイントです。通常は乾いたらたっぷり与えます。で、通常はたっぷり与えることによってバサッと茂ってますし、成長もしてますから、ちゃんとお水を吸い上げてってくれるわけですね。吸い上げてってくれるわけです。でも冬場は休眠って言って眠ってますので、水をほとんど吸わないんですね。なので、鉢の中に入れるお水は乾いたら、ちょっとだけ、生かさず殺さずぐらい、タラタラみたいな感じ、そうですね、5合の鉢で 50cc ぐらいかな。 100cc だとちょっと多いかなっていう感じです。それぐらいの程度で、土がちょっと湿るぐらいで OK です。で、ここからがまたちょっとポイントなんですけども、与える時間帯は昼間にしてください。夜与えると、みんながリビングからいなくなって、エアコン消した後冷えてきますから、その冷えで、水分が冷えてしまって、根っこが冷えて死んじゃうなんていうことがあります。なので、まずあったかい時間帯にあげることで、もう一つは、冷たいお水をパンとあげてしまうと根っこがびっくりして、冷えてしまうことがありますから、ぬるま湯をあげてください。で、ぬるま湯何度ぐらいかというと、32、3度、なんかぬるいな、あったかいなじゃなくて、ぬるいな、ちょっと冷たいかな、ぬるいかなの間ぐらいの温度のお水を、100cc 以下、50cc ぐらいで与えていただけるといいです。で、さらに、休眠中は葉っぱを落としてしまうことがあるんですね。これ茂ってるハイビスカスですけども、葉っぱが黄色くなって落ちちゃうことがあります。でも大丈夫、生きてます。
枝が死ななければ大丈夫、枯れなければ生きてますから。なので慌てず、葉っぱが落ちれば落ちるほど光合成をしなくなるので、水もどん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 控えていく形になります。で、3月の、中旬ぐらいになったらばそろそろ霜も降りなくなりますので、外に出してあげて日光浴をさせてあげる。ただしいきなり南側に出すと、日差しがバーンって入ってびっくりして環境の変化で傷んでしまいますから、東側から始めてください。夜は1回取り込むとかね、そういった気遣いをしながら徐々に気候に慣らしていっていただいて、ハイビスカスを冬越しさせていただければと思います。僕ら劇花では公式の LINE アカウントを持っています、運営しています。チャンネル登録もやっていただきたいんですけども、ぜひ LINE の友達登録、下の概要欄のところにリンク貼ってありますんで、そこからクリックしていただいて LINE 登録してください。そうすると何が起きるかというと、僕と直接、会話ができます。そして、心配事に対して直接質問をすることができます。なので、LINE ぜひ登録してみてください。お得な情報も流してます、たまにですけどね。では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ではチャンネル登録していただけると嬉しいです。ベトナムからフリアがお届けしました。ありがとうございました。